はい、おかえりダイエットウォーク、マコネーです。部屋でザピアと格闘してた家を出るのが遅くなっちゃって、そう、いつもにちょっと5分ぐらい遅めのスタートで、ザピアってわかります？ザピアっていうのは、SNS とかいろんなウェブ上のサービスを、連携して自動化させることができる、素晴らしいサービスなんだけど、ザピアはね、日本語版にはなってなくて、多分ね、日本の利用者が少ないからなんじゃないかな。それとも日本語がちょっと複雑すぎるからかな。まあ、なってなくて、まあ、英語で格闘するわけなんだけど、本来ね、利用者同士のね、コミュニティとかもすごい充実してるんだけど、そう、ちょっとね、なんか見慣れない英語が、見慣れないさ、なんか英語が多くて、なんか、コミュニティもね、どこをどう入って、どう質問したらいいかわかんない、わかんないような感じで、まあ、宿泊してます。そう。まあ、私、大昔に、Facebook がね、まだ日本語化なったばっかとか、日本人の Facebook の利用者が急激に増えるちょっと前。だから、13年ぐらい前かな。Facebook の使い方をね、教えるお仕事をしてたんですけども、その頃使ってたアカウントと、それから、ちょっとね、一歩引いて、プライベートで使ってたアカウントと、それは両方ともプライベートアカウントなんだけど、それと Facebook ページがいくつかあるわけですよ。で、まあ今現状 Facebook を積極的に活用してないんだけど、まあそこで私の頃ことをフォローしてくれてる人もいるし、そこでしか繋がりがない人もいるので、眠っているというか、たまに見るとね、全然使ってないのに、お誕生日メッセージが入ってたりするわけよ。まあ、それで、自分のね、個人のアカウント2つと、Facebook ページは私の名前のアカウントが2つあるんだけど、1つは日本語、1つは英語なのね。その4つに、YouTube の、ポッドキャストと、Instagram のにアップしてる写真くらいは、自動で、流したいなと思っているわけ。それはね、全部実現、今言ったこと4つだけは全部自動しようと思うと、まあぶっちゃけ、今 YouTube チャンネル2つあるじゃない。そう。だから、まあ有料化するしかないわけで、有料化すると、月々の利用料が、そう、1ヶ月ずつ払うと、5000円ぐらい。1年分払うと3000円ぐらい。で、1年分払うには3万2000円ぐらい。いや、3万2000円かって、まあ、頭悩めるわけよ。そう。で、まあ、それでも、Facebook のプライベートアカウントに、YouTube からね、直接ポストできれば、まあ、それもまあ、しょうがないかな、なんて思ってはいたんだけど、そのね、YouTube ページとかさ、YouTube の広告アカウントとかさ、そういうのの連携は、そう、すぐわかるんだけど、Facebook のさ、個人のアカウントに、接続してポストする方法がさ、わかんなくてさ、全然わかんなくて、そう、そもそも、今のこの、ザピアでは、Facebook の個人のアカウントにポストすることできんじゃねえのってぐらい、もうわかんなくてさ、なんか、頼みにしてたさ、そう、チャット GPT もさ、なんかいまいちパッとしないようなさ、中身しか出てこないし、まあ、チャット GPT の仕様はね、最近ちょっとよくわかんないけどさ、私も最新のまで見てないからわかんないけど、ザピアでさ、最近さ、Facebook の、個人アカウントに、接続できなくなったとか、そういうことだったら、まあ、チャット GPT に出てこないともわかんなくもないかと思うんだけど、なんかね、できないんだよ。まあ、これでね、そう、まあ、何時間もってわけなくて、まあ、1時間ぐらい格闘してたんだけど、できなくて、まあ、Facebook ページだけにね、YouTube と Instagram のやつをクロス投稿するんだったら、わざわざね、
わざわざ年間3万も払って契約することもないなぁと思ったりもするわけよ。思うわけよ。うん。そう。まあでもそこはケチっていいものかっても思うわけで、まあ私の中ではその Facebook の個人アカウントにクロスポストができるかどうかで大きく違ってくるんだけどさ、そう、まあチャット AI、 まあチャット GPT もはじめとするチャット AI、 まあいっぱいあるけど、チャット AI にさ、確認もできないんじゃねえかって確認したんだけど、できるって言い張るんだよそうそう。で、Facebook の、そう、Facebook の設定の中に、あれ、外部接続のさ、外部接続等を、拒否してるような設定になったりするのかなと思って見てみたんだけど、いや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 、全然 OK。全然問題ない。そう。まあ、それでね、結局、よくわかんない。気がついたら、もう、4時45分で、あらららら、もう行かなきゃ、みたいな感じで、慌てて外に飛び出してきた。そんなわけで、そう、寒い。でも昨日よりマシか。そう、昨日も雲全然なかったけど、それは頭の上には雲なかったけど、今日も雲の中にね。そう、まあそんなわけで、ちょっと前置きが長すぎましたけど、今日のワケありダイエットウォーク、今日も頑張って片道40分、今日はね、40分ギリギリだね。ちょっと頑張って歩いてるんで、ぜいぜい母言いながら喋るかもしれませんが、よろしくお願いします。まあ今日のテーマは何しようかなってそんな感じだから全然考えてもいなかったんだけど、と Facebook だったかな、 YouTube もあるのかな、もし自分が急に亡くなった後にその Facebook のアカウントとかいろんなアカウントをどうするかっていうのを事前に誰々に移管するみたいなのを、管理を移管するみたいなのを設定することができるサービスも今あるじゃない？そう。Facebook ができた気がするんだよな。YouTube はちょっとどうだったか忘れたけど。そう。Facebook はさ、まあ、個人アカウントはもうやっぱでも個人だからさ、そうするってことではできるんじゃないかな。またザッピーは戻るんだけど、Facebook なんだかんだってさ、私は今となっちゃう Facebook それほど好きじゃないけど、なんだかんだって世界最大の SNS だから、個人のアカウントにポストできないでちょっと考えられないんだけどな。何かどっから引っかかってて、こう、何かちょっと私の日本人的な思考でやってるからうまくいかないところがあると思うんだよな。それがわかんないし、まあ、それね、通常のさ、方向で、まあ、Google で検索してみてもね、出てこないんだよ。そう、出てこないんだよ。ねえ、そう。まあ、そうだ。普通にさ、そう、英語で検索してみよう。英語で検索してみれば、あるかもしれない。日本語で検索してるから、まあ、母数が少ないから、そう、多分出てこないのかもしれない。そうね。そうだ、そうだ。チャットをすれば、出てくるかもしれない。まあ、帰ったらやってみよう。まあ、ちょっと話は出るんだけど、まあ、亡くなった後、自分がさ、亡くなっちゃった後の、まあ、アカウントの管理って、まあ、どうなんだろう。もう亡くなってしまえば、どうでもいいっちゃどうでもいいけどね。そう。人に見られたくないようなものをさ、よいしょ、保存してたりとか、アップしてる人もまあいるでしょう。でも死んでしまえばね、いいじゃんと思うけど、そういうのに気にしてる人、死んだとどうしようとか、まあ、パソコンの中にね、見られたくないようなデータ書いてるとか、まあそういう人もいらっしゃると思うので、そういう方はね、急に、だって人がいつどうなるかわかんないから、私もね、
もうすぐ50年生きてるけど、いや、ダメだ。40年そこそこ生きてるけどさ。そう。でも、過去に、二人、私が最後に、亡くなる最後に会った、家族以外の人が私っていうパターンが、二人ほどいるのよ。そう。うん。一人は、学生だった頃、21、2ぐらいの時に、職場のね、先輩というか上司だったんだけど、バイト先のね、そう。まあ、その頃は車の運転してて、車のね、新車を、ディーラーまで運ぶ、自走のね、バイトをしてたんだけど、そう、その自走のバイトの配車係の先輩がね、私よりちょっと年上ぐらいの、25ぐらいだったと思うんだけど、帰りに、また明日ね、頑張ってねー、とか言って、お疲れ様ーって言って帰ったのに、次の日行ったら、わー、わーくん、君、昨日、誰々に会ったかとか言われて、そう、会ったよって、まあ、私最後だったから、そう、お疲れ様って帰ったけど、どうしたのって言ったら、いや、昨日あの後、今朝な、朝、布団に起きてこないから、お母さんが迎えたら、布団の中で亡くなってたかっぞ、とか言われて、みたいな。そう、何が起こったかわかんないけど、突然死、みたいな。うん。ってこともあったし、そう、過去に映画館でバイトした時に、一人暮らしの女性の方だったんだけど、なんだろう。翌日、それもね、帰り間際に、そこの支配人と私とその女性と3人でいて、先に帰りますね、お疲れ様でしたって帰ったんだよ。で、翌日行ったら、いやー、昨日あの後さ、何々さんが、住んでるアパートから、ね、飛び降りて自殺しちゃったんだよ、なんて話になって、みたいな。まあ、そんなことがあったりしてさ、まあ、自殺って、まあね、他にも私の知り合いで、まあ、自殺しちゃった人は、まあ何人かいるんだけどさ、うん、いるけど、まあ、自殺はほっといても、自殺は自分でさ、決めてさ、死んだわけだから、まあいざとなればね、データの消去から何から何まで自分でやれっていう話だけどさ、いや、不謹慎極まりないけど、私死にたいって人は死ねばいいと思ってるもん。そう、もちろん死んだ後にね、死んだ後もさ、自殺した人はさ、まあ、大変な思いするだろうけどさ、死ねば楽になるってことはないから、自殺した方が大変だから。でもまあ、現世でさ、生きてて、自殺したいっていう気持ちもわかるよ。私も何でもあるもん。そう。ちょっと勇気がなくて自殺できなかっただけだよ、私だって。そう。きっかけがなかっただけだよ、ほんと。ほんと背中を押す、なんか最後のきっかけがなくて、生き残っただけでさ、自殺したいって人の気持ちはほんとよくわかるよ。うん。でも、まあ、自殺した後が大変だってことも、そう、私はわかるから、そう、今はね、そのこと考えないけどさ。やっと走ら。まあ、それでね、そう、自殺しちゃった人は別として、なんかの急病でさ、倒れて急に亡くなっちゃう人もいるわけじゃない。そういう人たちのさ、亡くなった後のアカウントってさ、突然だからね、本人だってそんな亡くなると思ってなくて、アカウントどうしようなんていう準備もしないだろうしね。まあ、それはさ、どうなんだろうね。まあ、みんなが使ってるようなさ、まあ、パソコンとかスマホだったらね、パスワードはさ、保存されてるだろうから、まあまあまあ、パスワードを変更しない限り、ログインはできるから、周りがさ、まあ、それを対応するってことはできるかもしんないけどさ、そうじゃないもの。そう、ほんとプライベートで、門外必須ぐらいの勢いでさ、黄色くされてるようなアカウントとかさ、もうどうしようもないよね。ほんとどうしようもない。あったんだよ。私のね、友達がさ、それもね、前日ね、電話で喋ったんだ。1時間ぐらい。なんか酔っ払ってロスが回ってないなとか思うんだけど、すごいいい人でさ、大好きだったんだよ。私の大好きなさ、イケジーでさ、そう、バリバリ仕事もできるしさ、そう、新宿の会社でバリバリ働いてるスーパービジネスマンだったんだけど、
と、翌日さ、奥さんからさ、LINE があって、昨日あの後、急に倒れて、今集中治療室なんですけども、植物人間、みたい、みたいな感じで、意識がないって、目覚めないってこと、とか言って、まあ、まだ何日、まだしかないからっていう感じなんだけど、まあ結局そのまま、奥さんともね、奥さんもなんかもう、人と関わるの嫌だってことで、まあ連絡を拒絶しちゃって、連絡つかなくなっちゃったんだけど、まあ、その後、1年経っても改善しなかったしね、そう、まあ、正直どうなったかわかんないに、友達がいるの。で、彼の場合は、多くの人からお金預かって暗号資産の、暗号資産を、仲介してたんだよね。暗号資産の、売買の仲介してたの。だから、いろんな人のパスワードとか、アクセスキーとか、シークレットキーとか、管理してたわけよ。そう。で、一つのパソコンでさ、一人がさ、一つのアカウントを運用してるんだったら、まあ、今のさ、パソコンだったらね、大体ブラウザーとかだったら、パスワードとか記録してるんで、まあ、よっぽど本人が、気をつけてない限り、まあ、保存されてるよ。だって私のパスワードもさ、大抵もう、Chrome に保存されてるし。そう、うちはね、パソコンなんてインターネットに繋がってる限りさ、私みたいなさ、セキュリティにさ、ほとんど素人のさ、私がどんなやったって、ガチな人にしてみれば、もう穴だらけだと思ってるの。だから盗もうと思えば、いくらでも盗めると思ってるのよ。だからさ、半分諦めてるんだよね。インターネットに繋がってる以上、みんなのダモレだっていうふうに、私は思ってる。うん。でも、まあ、彼はそう思ったかどうかわかんないけど、彼は亡くなったと、やっぱね、お金預けちゃう人がいっぱいいるわけよ。そう、暗号資産になって、埋まってるわけよ。そのパスワードとかが、みんなわからなくなって、結局、引き出しができなくなったわけよ。そう、結局、奥さんはもうその対応でも疲れちゃって、もう人との関わりは嫌だってことになっちゃったんだよね。そう、もう私の場合はね、もし私が気になくなっても、私のパスワード類は全部、私のアカウントのエヴァノートの中に入ってるから、そう、私のね、Gmail のアドレスと紐付けされてるから、Gmail のアドレスと、どこに入ってるかだけわかれば、パスワードの変更できると思う気に、まあそうすればね、エヴァノートなんか入って、私のあらゆるデータのパスワードを探すことができます。まあ、エヴァノートに上がってることが安全かどうかって言ったら、まあ、わからんけどね、正直ね。正直わかんねえけど、そう、でも、ローカルで置いて、どこに何が入ってるかわかんなくなって、どうにもならなくなるよりは、まあいいかなとか思って、私の暗号資産の関係もすべて、そう、エヴァノートの中に入ってます。そう、まあ、ここで喋ってもね、まあ、私の Gmail のアドレスを公開してるわけでもないし、まあ、公開したところで、そう、Gmail のパスワードがわかんないことには、そう、まあどうにもならない。でも Gmail のパスワードを私が流出してしまうと、まあ全部バレちゃうかもしれないね。そう、意外と Gmail、Google の、そう、Google のパスワードって流出してるからさ。そう、いろっと重要なのは違うアドレスに変えようかな。そう、まあ、そうするとまたわかんなくなっちゃうんだよな。あっちこっち行っちゃって。まあ、そんなわけで話は戻って、まあ、そうやって亡くなった後に貴重なデータが、まあ、わかんなくなっちゃって、その後、残った人たちが、本当に大変な思いするっていうのはさ、私の身近でもさ、それだけじゃなくて、やっぱあるわけよ。そう、それだけに、パスワードの、そう、管理とか、自分が亡くなった後の、その、IT 関係の情報とかの、とかは、本当、なんか、事前に、普段から事前に準備しておく必要があると思うんだよね。そう、まあ、私の場合さ、今、そうね、なんだっけ、
写真とか動画に関するデータに関しては、ローカルとクラウド両方でバックアップしてる。うん。うん。でも、その、パスワードとかそういったキーロックに関わるものね、それは、まあ、エヴァノート一択だし、そう、まあ、重要なのはローカルに落としとこうかな。そう、定期的にさ、エヴァノートのやつにローカルに落としといて、まあ、ローカルに落としとけば、多分ね、まあ、どっかにね、重要なデータは、ローカルのどこどこに入ってるエヴァノートの中に入ってるので、アクセスすれば見れますみたいなメモしとけば、まあね、急に死んでも、本当にね、私の周りの、そう、IT にしてる人たちだったら、まあ全然ね、回復できると思うので、まあそうやっておこうかな、なんて思ってます。そう。いや、ポカポカしてきたんだけど、腕はまだ寒いな。うん。まあ、そんな感じで、そう、まあ、死んだ後に、アカウントっていうのを考えたりするんですけども、じゃあ見られちゃ困るようなもの。そう、いや、私だってありますよ。いや、私はまあ、あるっちゃあるし、ないっちゃないけど、まあそこの見られちゃいけないものを開き直るのは私にとっては、そんな難しいことじゃなくて、まあいっかっていうぐらいなレベルのものだから、別に亡くなった後はどうでもいいけど、そうじゃない人たちのやつはね、特に、まあパソコンの中の SSD とかハードディスクの中に入ってるもの、そうは、もう物理破壊するしかさ、まあ、そう、ハードディスクもさ、ある程度壊れててもさ、そう、物理的に壊れてるわけじゃなければ、そう、記録円盤がさ、残ってれば、再生できるだろうし、今だったらね。そう、まあ、SSD も、やっぱ、極端な話、SSD も、物理破壊しておけば、まあ、問題ないわけだけど、まあ、突然の病気とか、もう物理破壊もそうもないからね。そう。まあ、私の場合は、まあ、古くなった、SSD とか、ハードディスクは、今ね、ハードディスクのさ、健康状態をチェックする、プログラムとかあるからさ、それでチェックして、まあ、だいたい1年に1回ぐらいはするかな。で、まあ、普段使ってるやつで、これはもう、これちょっと無理だなっていうのは、もう私の交換して、物理破壊して、ぽい。もしくは、SSD はね、物理破壊しないでちょっとやるんだけども、まあメインには使ってないかな。フォーマーとして、例えば、Linux 入れて試してみるとか、そう、まあちょっと、記録、SSD とかハードディスクが足りない時にちょっと一時的に保存するとかは使ってるけど、でもまあ私の、外付けのね、ハードディスクは全部で、そう、全部で4テラ、4テラだから8テラあるんだな。そう、まあ8テラ、4テラったってもう1年半、2年ぐらい使ってるけど、まだ半分以上残ってるから、うん、だからまあ、まあ、ね。まあ、あとどうだろう。そう。だいたいさ、私はハードディスクがいっぱいになったら交換するみたいな。そう。で、私の外付けのやつは、そう、夏じゃないんだけど、まあ、ローカルオンリーなんだけど、A ハード、ハードディスク1と2を自動同期させてるから、ミラーリングしてるから、ミラーリングしてるから、まあ、4テラ4テラだっけに、だいたい2テラ2テラぐらい使ってるかな。そう。で、私の場合は、まあ、どっちかのハードディスクが壊れたら、両方買い替えて、買い替えて、新しくするっていうのをやってたのね。で、やってたんだけど、そう、前に壊れた時は2テラだったんだよ。で、まあ、ハードディスクはさ、倍に値段が安くなってるような気がするから、そう。だからまあ、次壊れたら、8テラ、8テラを足して12テラにしようと思うんだけど、まだね、現状ね、4テラのやつが2テラちょっとしか使ってないから、まあそう思うと、
次こうあれでもまた4テラ4テラかなみたいな、そう、まあ、コストが安くなっていいかなみたいな、そう、もしかして次はナスにしようかなと、うん、そう、ナスもあの人のね、人のナスの設定はしたことあるんだけど、自分のナスってやったことなくて、そう、まあ Linux でナスを構築して、自宅サーバー兼ナスにしようかなと思ってるわけ。そう、まあそれもね、当然パスワードかけるわけだけど、まあパスワードのね、に関しては、制御プログラムかどっかにちょっと貼っといて、まあ突然私がなくなっても、みんなそこにアクセスできるようにしとけばいいかなと。まあ火事になっちゃったら言ったらね、まあ、部屋が火事になっちゃって、もうハードディスクも全部パーになっちゃったって言ったらちょっと騒ぎだけど、まあそういう時のために、クラウドはクラウドで別に保存してるわけで、うん。ただね、正直ね、思うよ。正直思うけどさ、私ね、自分の写真のデータさ、とか動画データ、とりあえず全部撮ってるけど、まあ、そう、今、これから10年、20年撮ってそれを見直すかったら、見直さないと思うんだよね。そう、まあ、写真集作るときに、何年か前の写真を探したりするときはあるわけよ。そう、まあ、そういうときぐらいしか見なくて、そう、まあ、まあね、私の写真集だって、期限を切って、その間に撮った写真で、テーマ分けをして、組み立てていくから、その、区切って、もう、写真集使った後は、そう、写真集に作ったりとかね、発信しちゃった後は、まあ、見ないよね。消しちゃってもいいのかなとか思うんだけどさ、やっぱ自分の撮った写真だからね、と思いを待って、残しておきたいと。でも私が死んじゃった後はもう誰の価値でもないし、そこら辺、やっぱ、写真はさ、データよりもフィルムの方が、写真としての価値がやっぱり断然あるんじゃないかなと思ってるんだよね。うん。だからまあ、と今は無理だけど、いずれはまたフィルムに写真を戻したいなと思ってるんだ。まあ、フィルム戻せばさ、今みたいなストリートスタンプが簡単に撮れるかってそうじゃないんだよね。絶対フィルムの方が難しいもん。撮影条件が厳しくて。そう、うん。逆に、そう、割合と暗いところでもかっしり映るしさ、そう、後処理もさ、簡単だしさ、そう、そういう意味じゃ、まあフィルムの方が、私の感覚的にはね、同じクオリティの写真を撮ろうと思ったらフィルムの方が、2倍も3倍も、技術もいるし、手間もかかる。そう、それだけやっぱり価値があるんじゃないかなと思ってるんだ。うん。今ね、5時18分。そう、まあ、もうすぐ職場に着くんだけど、まあ何とか間に合ったかな。まあ片道40分で着くって計算でいつも出勤時間決めてるから、まあ5分遅れたところで、そう、そしていつもだらだら歩いてるからね。そう、まあまあ今日は早かった方かな。と言っても今日、まだ、そう、ポッドキャストに貼る写真も撮ってないから、ちょっと写真ぐらい撮らなきゃいけないかなと思うけど、そう、何撮ろうかな。あ、ここでいいや。そう。はい、まあ、写真撮って、まあ、ここでもいいやっちゃ、ここでもいいっていうか、まあ、まあ言っちゃなんだけどさ、毎日歩いてるとこだから、毎日そんなにイベントがあるわけでもなく、撮ってるところはさ、ほんと、みんな同じような写真になっちゃうよね。そう。でも、使い回しはしたくないんだ。そう。だから、なるべくその日撮った写真を、Facebook じゃなくて YouTube の、ポッドキャストの背景写真にしてます。うん。まあね。それこそデジタルなんで、ちょっと加工すれば、見方、雰囲気全然変えられるので、まあまあまあ、まだまだバラエティは、たくさん、用意してあります。はい。まあ、そんなわけで、今日も、30分ぐらい経ちましたが、今日はですね、もう本当に、そう、ザピアの設定でバタバタして、ようやく間に合ったって感じ。
まあそんで、やっぱりね、自分が亡くなった後に、そのパソコンのデータとか、そういうものをどうやって管理するかというか、まあ亡くなった後に、他のね、周りの人が困らないような、データの就活もしなきゃいけないよねっていう話を、して、そう、今日は、無事に職場に着きました。まあそんなわけでですね、また明日はもうザピアはちょっとね、もう昼間しか触らない。ちょっとね、解決方法をちょっと2、3日ちょっといてから、ちょっと頭をクールダウンしてから、解決方法をまた探そうと思います。そう、まだね、私有料化契約してないの。まあ、有料化契約しても1ヶ月目は1ヶ月単位で払って、それで、私がやりたいと思っていることが全部できるのなら、年間契約に切り替えようと思っています。まだね、無料の範囲でできるところを確認している状況なので、そう、まあ、ザピア、すっごく便利です。素晴らしいサービスなんだけど、なんかね、ちょっとやっぱね、日本人には仕切りが高いなっていうふうに感じてます。そんなわけで、今日も、朝から、ワケありダイエット、多くにご視聴いただきありがとうございます。なんとか、今日も無事に終わりそうです。スタートできそうです。そんなわけで、また明日もご視聴ください。まっこねーでした。バイバイ。また明日。じゃあね。